皆様おはようございます。本日はブラック企業の退職日の朝です。退職届を出しに行きます。私は雨男なので朝から雨です。朝はなぜか、まあ、なんか4時に目が覚めて二度寝して4時55分ぐらいに起きました。最近花粉もあったりストレスもあって肌荒れがすごいです。毎日、まあ、鏡見ると嫌になってきて、まあ、アトピー持ちなので皮膚科でも治らない状況で、まあ、美容皮膚科に行きたいんですけど予約もできなくて、お金もかかるし保険証もちょっと変更になるんで厳しい状態ですね。転職活動は大手の音楽企業や、まあ、趣味につながる企業に応募してます。で、退職日に東京で東京を聞いてその後にリーベに行ってきます。それでは向かいます。退職手続きが終わりました。これから林一樹様の東京リリースイベント会場へ向かいます。本人に会えるのとサインが当たるかもしれません。あと林一樹様の元担当講師に私も教わってますと伝えたいですね。販売ブースへ行って参加券をもらいに行きます。こちらはタワレコの店内です。先ほどイベント参加券をもらうために CD を買ってきました。ここはカラオケ店内です。14時ぐらいから販売開始になったんですけど、退職手続きが11時過ぎに終わって、そこから会場に行って1時間前に着いて、さっき1枚だけ購入しました。で、サインのやつは当たんなかったんですけど、あと4時間後ぐらいに本人と会えるっていうのと、本人からミュージックカードみたいなやつをもらってイベントに参加できます。イベントまで参加券見せるの忘れてました。まあ、この裏になんか当たりのマークみたいなのがあるみたいなんですけど、何も書いてませんでした。でまあちょっと再現します。はい、何先生に教えてもらった？何先生？はい、何先生？はい、ありがとうって感じだったんですけど、はい、先生って今調べたら、まあ、そういう名義で活動してるみたいで、まあ、多分林一樹さんが専門学校時代に習った時はちゃんとしたちゃんとした名前でやったから、多分分からなくて EXPG じゃねって思って多分 EXPG だって言われたんですけど、でもなんかちゃんと目合わせて話してなんかありがとうって言われたんで嬉しかったです。実際会ってみてなんか映像とは全く違くて、すごい顔が小さそうだなと思ったんだけど、すごいかっこよくて、なんかうわ芸能人じゃんみたいな雰囲気からも違くて、これは大物になるわと思ってやっぱ見た目から違うなっていう風に感じました。まあ、初めて林一樹本物見たんで、これちょっと満足したんですけど、3月に行われる東京のチケットが今抽選中で当たれば嬉しいです。そんな感じでした。ソーリーから東京の順に聞くのが私のおすすめです。
林和樹様はもともとシンガーソングライターを目指していました。 LDH だからっていうくくりで聞かないっていうのはなんかちょっともったいないんじゃないかなっていうふうに思います。私的に東京の曲は戻れない青春時代とかを、まあ、大切に思い出として残しておいて、戻れない切なさもあるけどこの曲で包むっていうのがあるんじゃないかなと思います。好きな歌詞はあるんですけど、まあ、なんか現実でも戻れないけど夢の中ではなんていうのか戻って、まあ、その気持ち思い出を大切にするっていうところがグッときてます。この曲はなんかこう昔っぽいというか渋くてリズムも好きなんですけど、結構登場曲に合いそうです。でソーリーは今回カップリングなんですけど、なんかこう林和樹さんの芯のある声とかリズム感とかの表現がなんかさらに深くなってて、ハモリもすごい好きですね。見た目はワイルドなんですけど、なんか本物はすごい華やかっていうか雰囲気がすごくてイケメンでした。でなんか話しやすくて、まあ、こちらは本人から直接手渡してもらったミュージックカードで、まあ、スタッフにはもう時間ですって言われても林和樹さんが話し返してくれたので長居できました。素敵な日でした。ありがとうございます。